こんにちは。気づけば今更ながら電子書籍の年漫画にハマってしまって、うっかり数万円という単位で課金してしまっています。どうもゆうみです。ちなみに今めちゃくちゃハマっている漫画はこれです。もしね、興味があればご覧になってみてください。はい、というわけで、前回体調不良で12星座分まとめてね、1本の動画にしてしまって、ワンオラクルで引いてったんですけど、おかげさまで体調も元に戻りまして、今月はね、またいつも通り12星座別でね、1本ずつ動画分けていきますので、また好きなところだけご覧になってください。それでは早速始めていきましょう。イエイ。はい、それでは早速見ていきましょう。今回は2018年11月、太陽星座魚座さんたちへ向けたメッセージを下ろしていきます。そんなことある？はい、今月魚座さんたちに関しては、両親との間でこれまで、追ってきた傷とか、カルマとかトラウマとか不具合とか怒りとかね、悲しみとか、さまざまなネガティブなものを全部まとめて手放すっていうようなメッセージが来てます。あんまりね、この2枚が一緒に出ることっていうのはないっていうか、私このカードを買ってしばらく経つけど、これが同時に出たのは初めてかもしれないです。しかもこれ付きでね、このカードが出てる時っていうのはもう絶対それっていう感じの流れなんですよね。絶対それの流れが来てるからっていう感じの強調するカードではあるんですけど、それが両親、父親とのヒーリング、母親とのヒーリングっていう感じのメッセージです。実際ね、両親が近くにいないとか、もう他界されてしまっているとか、縁をね切ってしまって接点全くないみたいな方、たくさんの方いらっしゃると思うんですけど、そんなことはあんまり関係なくて、ただ自分の中での過去の記憶にある父親との確執とか、母親との確執とか、消化しきれてなかった感情とかがあったら、それも今月思いっきりヒーリングしたり手放したりする、出来事だったりきっかけだったりが何かありそうです。11月ね、特にこのカルマとかトラウマとかを解消するっていうのには、いいエネルギーが流れてきてるみたいなので、それはやった方がいいと思います。でもその先に出てるのが、夢を大きく持ちましょうなんで、例えば両親との間で自分を過小評価するとか、自分の能力を過小評価ねせざるを得ないみたいな思い込みを刷り込まれてたりとか、何かそういう言葉をね言われてたりしたら、そういうのも全部手放して、自分自身が叶えられるもっと大きな夢を描いて、その可能性をね信じましょうっていうような印象のメッセージです。もう今月は自分のから、その両親から刷り込まれてきた自分の殻をぶち破って、新しい自分を大きく飛躍させていきましょうっていうようなメッセージになっています。はい、いかがだったでしょうか。総評としてはね、11月はあんまり行動的にガツガツいくっていうタイプのメッセージよりも、楽観的に捉えるみたいなメッセージが出てる星座がすごく多かったので、
あんまりね難しく考えず、まあ、年末に向けて忙しい時期にはなるとは思うんですけど、まあ、あんまりね難しく考えずに沈むこともなく、なんとなくふわっと大丈夫かもねぐらいのスタンスで行った方がいいかもしれないです。で、まあ、11月全体のワンオラクルを引いて、まあ、こんな感じでね出てるんですけど、これはブログの方に書いておきます。ちょっと長いんでね、興味がある方は概要欄にブログ貼っておくので、そちらもご覧になってください。でね、先月具合が悪かったじゃないですか、私。あれで病院通ってたのに全然治らなくて腹立つなと思ってて、でもこうなったら薬じゃ効かないのかなと思って、家にあったアロマオイルでねなんとかなるんじゃないかなと思って、そのアロマオイルでさ漢方とかで体調を戻すっていうのもあるじゃないですか、セラピーで。でアロマでやってみようと思ってアロマオイルをねいろいろ買ってきて使ってやってたら結構すぐ治って、病院に通って1ヶ月以上経っても治らなかったものがそのアロマオイルを使って3日か4日ぐらいで良くなったんだよね。良くなったんですよ。ということはもうこれはつまり体調悪くなって病院に行くとかじゃなくて、その自然のものをちょっといいグレードのアロマオイルとか漢方とかをね自分で使っていって体調管理しなさいよっていう経験だったのかなっていうのがありました。というのでそれをシェアさせていただきます。まあ、すぐね具合悪くなったら薬飲むんじゃなくてオイルをねちょっと使ってみるのもいいかもしれないです。というわけでこの動画が面白かった、役に立った、また次も見たいと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。あとあれですね、誘導瞑想チャンネルの方にお金に関するアクティベーションとかね、まあアバンダンティアとか、あと恋愛に関するねツインフレームのヒーリングとか、そういう瞑想音源を最近またちょこちょこ上げてるんでね、よろしければそちらも概要欄からご覧になってください。というわけでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。